後でミゲロさんのところへ行ってみて。何か困ったことが起きたみたい。バンに力を貸してほしいってさ。待っとったよ。ミゲロさん、困ったことって？それがな、砂漠の街道で一騒動あったようで、昨日町に着くはずの運び屋がまだ来んのだ。おかげで今夜の祝宴に出す食材も届きはしないんだよ。わかった、俺が運び屋を探しに行くんだな。何を言うんだい、砂漠は魔物だらけだ。そんな危ない仕事をさせられんよ。食材の方は境亭のトマジが何とかしてくれることになっとるんだ。境亭まで取りに行けって？それをカイツに頼んだんだよ。なのにあの子と来たら行ったっきり戻らんのだ。私は店を離れられんし、パンネロにも別の用事を頼んである。すまないが、境亭へひとっ走りしてカイツを呼び戻してくれんかね。つまんない仕事だな。まあまあ、そう言わずに一つ頼まれておくれよ。ほら、カイツ、お使い放り出して何してるんだ。見て見て、バンニー。ん？こいつだよ。こいつのせいで品物が来なかったんだ。東の砂漠に出没？なんだこいつ。よー、バン、お前もお使いか。ミゲロさんも相当忙しいみたいだな。ま、帝国の執政官様を歓迎する宴を仕切るとなれば、用事は山ほどあるってわけか。歓迎したくなんかないけどな。それよりトマジ、こいつは？ああ、困ったやつだよ。こんな魔物がうろついてるせいで運び屋の到着が遅れて、あれこれ品不足でな。だからこうやって誰かに退治を頼んでる。やっつけたやつにはちょっとした報酬ありだ。へえ、ミゲルさんのお使いより面白そうな仕事だな。そうだね、バンニー、やってみようよ。お前はミゲロさんに届けるものがあるだろ。早く戻らないと、困ってたぞ。いっけね、忘れてた。
執政官閣下の着任式典のため特別警戒中だ。許可のない者を通すことはできん。へえ、困ったな。今夜のパーティーを仕切ってるミゲロさんから執政官をもてなす料理に使う大事な食材を受け取ってこいって頼まれてるんだけど。ほら、これミゲロさんの伝票。あんたのせいで料理が間に合わなかったら失政官って人も怒るよな。ま、俺には関係ないけど。あの方が、そんなつまらんことで機嫌を損ねるものか。仕方ない、さっさと通れ。じきにこの門も封鎖するからな。
や。ガルバナじゃないか。こんなところで咲くなんて珍しいな。
用事も済んだし帰ろっか。封鎖だ。なんだよ。門を開けろ。邪魔だ、どけ。ちょっと待てよ。俺たちは入れないのにチョコボはいいのかよ。何がおかしい。このチョコボは血統書付きの式典用だ。こいつには何万ギルもかかってる。お前ら100人合わせたよりよっぽど価値あるってもんだ。俺ら近づくんじゃねえよ。チョコボにお前らの貧乏くせえ匂いが移っちまうだろうが。ふざけんな。どけこのガキ。いいぞ入れ。この野郎。ははこれはまた立派なチョコボですな。一目でわかりますよ。ついたのさんでしょ。土が違うとチョコボの育ちも違いますな。そうそう、土が変われば味も変わるものでして、例えばダルマスカのバロース種、深みと香りはアルケディアさんに一歩譲りますが、実に力強い風味で、これはこれで悪くないものです。いかがですかな。もちろん人数分ご用意しておりますよ。おい、積み荷を通したら予定通り門は封鎖だ。くそ、鎧の中が砂だらけだ。今のうちにさっさと行こう。その子だな。あんまり心配させんでおくれよ。まあ、大ごとに並んで何よりだ。さあ、私たちも行こう。あ、じきに式典が始まってしまうな。こりゃ急がんとな。あ、ちょっと待ってよ。何？ねえ、どうしたの？バン。正式に
アルケイリア帝国西方総軍司令新執政官ベイン・ソリドール閣下のお言葉で閣下スピーチをしないの、ラバナスタ市民諸君、帝国が憎いか、この私を憎んでいるか。当たり前だ。止め、帝国がいる。来なければ。帰る帰る。聞くまでもなかったな。私自身諸君の憎しみを拭えるとは思っていない。私は諸君の忠誠を求めない。諸君は亡きラミナス陛下への忠誠を守り通すべきだ。陛下は国民をこよなく愛し、平和の実現に力を尽くした真の名君であらせられた。陛下の大御心は今なお諸君を見守っている。ダルマスカの平和と繁栄を願っておられる。諸君、私はただ一つ求めよう。陛下のご意志を継ぎ、平和への祈りを。あの痛ましい戦乱から2年、ようやく兆した平和の芽を諸君の祈りで大樹へと育ててほしい。それだけを忘れずにいてくれるなら、私ごときいくら憎まれても構わん。私は逃げることなく憎しみを受け止め背負い、そしてダルマスカを守ろう。これは私の償いである。亡きラミナス陛下とアーシェ殿下は今なお諸君を見守っておられるのだ。祖国を愛する者たちよ、亡き陛下のご意志を受け継ぎ、平和への祈りを。私の望みはただそれだけである。ラバナスタの街はいかがでしたか。実に素晴らしい。この大聖堂を見たまえ。神かつ享楽的、ガルテア様式の頂点ともいえる建造物だ。グラミス陛下にもご覧に入れたいもんだ。今宵の祝宴はこの者が手配。ミゲロと申します。次期皇帝となられます殿下のお迎えできることはまさに誉れ、市民一同誠に嬉しく。殿下はよせ。私は陛下の子ではあるが王子ではない。我がアルケイディア帝国の皇帝は市民が選ぶもの。私はただの候補に過ぎんのだ。これは失礼おば。かといって執政官閣下などとは呼ばんでくれよ。はあ、私も今日からラバナスタ市民だ。ベインで構わんよ。しかしそれでは。呼び捨ては抵抗があるか。ならば今夜は君が私をベインと呼ぶまで飲んでもらうぞ。だらしないな、ミゲロさん。下げたくて頭下げてるんじゃないの。それくらいわからないの。それにしてもベイン様は冗談。逆らったら何されるか。だからってさ。じゃあバンならどうするの。どうするって俺なら聞いてるの？ねえ、バンってば、ちゃんと聞いてる？雰囲気変わったね。ラバナスタじゃないみたい。
どんどん帝国に飲み込まれていく。なあ、今夜のパーティーって俺たちでも行けるのかな。何言ってんの、招待されてないのに王宮に入れるわけないじゃない。じゃあどうすれば入れる。そんなの知らないよ。ミゲロさんに頼んでみるとか、ダウンタウンのダランさんに聞いてみるとか。ねえ、突然どうしたの。言っただろ、ダルマスカのものを取り戻すんだ、俺たちダルマスカ人の手に。なんてのどう。お宝盗んでさ、みんなにおごってやるよ。そしたらパネルの機嫌も良くなるだろ。冗談ばっか。そんな宝が手に入ったらまず飛空艇買っちゃうくせに。けどまあ、ワンの気持ちは嬉しいかな。それだけもらってくよ。じゃあね。そっか、飛空艇か。本気でやってみるか。ミゲロさんには迷惑かけられないし、頼りはダランジーだな。あのじいさんならきっと何か知ってる。ダウンタウン行ってみるか。